クニオですすソロフェスの話をします本日は7月7日がハッピーバースデーな、えー、と23歳ハッピーバースデーな生田絵里奈モーニング娘。20の歌った「タンポポ恋をしちゃいました」この1曲この1演目に世界最高の深掘りと徹底解説を試みるそういった動画になりますお付き合いいただけますと嬉しいですねえチャンネル登録もしていただけるとより嬉しいです、ね、えもう続けていきますから じゃあ、いきますか。ねえー、っと、エリポンかわいいっすよね。えー、僕は、まあ、皆さんもそうだと思いますけど、大好きなんですけど、えー、っと、この動画を見ることで、よりエリポンを好きになることは間違いない。そういったようなね、深掘りに溢れた感じでいきたいと思います。で、今日もトピック3つにしました。えー、っと、1つ目、今のエリポンの状況はどんな感じなのか。ねえ、2つ目、恋をしちゃいました。エリポンチャレンジを徹底検証。そして3つ目です。今日は、ここが。 ね、超重要になると思います歌手生田絵里奈の世界観とは何なのか以上を理論的に解説していきたいと思いますではまあ1つ目ですね、えー、と本人の事前メッセージ、ね、事前メッセージがありますからパフォーマンスの前に「えー、頑張って生田」とねこれよく使ってますねまあ、こういうことでございました でこの状況はどんなことだったのかっていうのをエリポンの感じというところを表現しながら伝えていきたいと思いますまず今回のエリポンを見る上でアイドルの基本裾野の開拓競合を排除しないで歌唱でなく歌を伝える戦法、まあ、この辺についてね溢れていましたので説明していきますもうそこで説明しちゃいますけどアイドルの基本は可愛いですよね エリポかわいいもうなんでここはもうできてますもう見ればわかります <laughs> これ1個目はこれで2つ目裾野の開拓はファンを増やすって意味もありますがエリポンくらいの、まあ、23歳を迎えるタイミングになるとね、まあ、22歳でのパフォーマンスだと思いますけどなると後輩へ背中を見せるっていう意味も含まれていいると思いま,すまあなので育てながら勝つ、ね、まあみたいな 役割が今のエリポンには構造上ですね、えっ、ー、と要求されているのではないかというようなことでございますね。で、あと3つ目ね、競合を排除しないで勝ち残っていく。ね、これってどういう状況のことを言うのかね。えっ、ー、と皆さんの中ではパッとイメージ浮かばない人もいると思うんですけど、結論全部の要素が詰まっている天才プレイが今回の恋をしちゃいましたにありました。 ねそういうことでございまして2つ目エリポンの恋をししちゃいました、ね、ここに対してどんなふうな感じで説明していくかっていうののコーナーに行っちゃいましょうエリポンチャレンジラーメン完食できるのかにスポットを当てて徹底検証していきますで僕なりに状況をまず説明します、えー、一番終わりのサビの「楽しいですね」の後の感想がありますこれが約40秒弱ぐらいの感じですね その出来事です。えー、バ,バンんと言いきますよ。エリポンから約2メートルくらい右の、ね、もうソーシャルディスタンスを意識した、<laughs> えっと、場所に、えー、なんてうんですかね、テーブル、テーブルですね、仮説な。で、そこにラーメンが置かれておりました。で、走って、座って、テーブルについて、ね、 でそしたたらエリポンンチャレンジと手書書きで書いた画用紙をこう立てます。事前に用意してたんでしょう、まあ、あれエリポン以外書いてると思いません本人は書いたんでしょうでそれを立てますで「手を合わせていただきます」ね、礼儀正しいですね <laughs> それで、えー、とその後素早くスマホをスタンバイして、えー、1回設定に迷った芸があるんですけどリアクションをすぐに自撮りでラーメンとエリポンのツーショットで1枚撮ると。 まあこの辺芸能人が自分ありで撮るなんか映え的なスタイルのやつですね。まあ、当たり前ですけど、撮り慣れてる感じっていうのはすごかったです。さすがって感じです。で、一すすり目に、これね、熱がるリアクションありましたで一回。一回軽く飛び上がり、7、8センチぐらいですかね。えー、そして後ろに椅子を下げます。ね、で着地にも成功しています。でこのあのあ 少しアクロバティックなとこがあったということでございましてでここまでになるぐらい熱いのに一度口に入れた、まあ、熱い芸ですよねその面は出さないでむしろそこからこれはいけるいや待てよ的なすまし顔に入りその後三すすり」で三紙でした数えました三紙でした。 で全体で何回かんだかは数えなかったんですけど本編の内容とは関係ないのでそこはちょっとカウントしないで、えー、つまり今回重要だったのはアクロバットが成功している、ね、今回は1ジャンプで1着地でラーメン食べながらですからこれ1つですねで立ち位置には予定通り戻っているんですなんでこれはモーニング娘。のフォーメーションダンスなどで培われた技術だと思いますねでもう1個が可愛くないシーンが1個もなかった ね、最後の3つ目が超重要ですね。でエリポン可愛いい」を広めようとしている人にとって完璧なパフォーマンスだったことがここで表表だってここで証明されておりますそんな感じでしたでこの1年を40秒弱で伝え速攻で笑顔で歌っていて特に歌唱にも支障を来していない、ね、最後も「ごちそうさまでした」で終わりますからパフォーマンスとしてもね素晴らしかったと思いますよ で、本人はこのライブパフォーマンス後の矢島からのインタビューに、えーと、デートに行ってる気持ちでラーメンを食べました。私にしかできないかなと、ね、思ってやったと言ってました、ね。これが、この意味がね、まあ、最後に響いてくるわけですけども。いきますか、3つ目。3つ目、じゃあお届けします。歌手、生田絵里奈の世界観とは何なのか、ね。ここにつながっていきます。でちなみに、 歌唱力の話はエリポンを分析する上で、まあ、重要性低い感覚なんですけど、まあ、強いて言えばサビ前とかかなうんあか歌手なのでさらりと今回の歌声についてお話しますよ。で A メロも B メロも、まあ、淡々と歌っていました。 でで大きななて感じないですよもともと「タンポポ」の「この恋をしちゃいました」という曲はすげえ歌唱力必要で歌い上げるって曲じゃないという性質があるからっていうのは当然ですけれどもまあ嫌な感じがとにかく全くないです。で「しいて言えば」というさっきのところちょっと触れようとか迷いましたけどもう触れときましょう。 サビ前のところのフレーズが少し淡白表現というところでやりきっていたりもう一段なんていうかなキープして少し半分上がったぐらいのかわいいを出してくれてたらエリポンの良さもっと出たんじゃないのみたいな感じのつまりはあるっちゃあるとですね。 でもサビも終始一貫してテンポであったり原曲が、えー、パフォーマンスされている時の4人のメンバータンポポのメンバーとかがやっているパフォーマンスのところのいらない部分というのをカットしていたこれは何がいらないかというとエリポンが1人でやるわけじゃないですかで1人でやる上で4人の動きが可愛かった部分っていくつかあるんですけどそこは思い切って僕は断捨離したと思いますよ。 それでエリポンなりに自分の表情とか顔も綺麗に髪型とかねティアラっぽいのつけたりイヤリングも左右ねアシンメントリーだったりとかすごくこだわりのある、うん、上半身を見,える見れることができたのでそこ見せていくっていうことの重要性静止画の重要性というんですかねそちらの方がすごく取れていたなというふうに感じました。 で、そこに支障をきたさないような声の出し方と、ああ、自分なりのダンスの中でも、自分と力というのはよくわかっているはずなので、歌唱に対して絶対に無理のない、無駄を省いた歌い方、ダンスに落ち着けたというのが正解だと思います。で、ね、まあ、こんな感じですよ。で、まあまあまあ、あの、全体的にで、この今の一連のお話しすると、世界観がしっかりエリポンの中にあって、そして伝えたいテーマがはっきりしていた。 まあそれは何だったかというと終始かわいいこれを届ける歌声というところに徹してくれたまあそういうことだと思いますね僕はこの歌というのに思うところがあって結局歌ってのは伝われば伝えたいことが伝わればいいんですよこれだけだと思ってますまあ英語とかそれも一緒ですよね外国人が日本に来たら日本語で何か伝えるもそれも一緒ですよね なんか綺麗な日本語より伝わるかどうかじゃないですか。何伝えたいか聞きたいじゃないですか。かそこだということを改めてここで確認したなって感じです。で、音符に忠実だったり、で歌唱力うん、まあこねくり回して伝わらない歌手っていうのもいますよね。で、今回のエリポンがやりたいことも、本人の自覚や覚悟って伝わってきましたよね。何よりも自分ができることを全力で、 楽ししくく普及していくこれってめちゃくちゃ頑張りが分かりやすいっすです。例えば歌のうまいと言われている歌手ねいきましょうか例えましょうか。名前出さないですよでハイスキル丸出しの歌唱を少々手を抜いてえ早く帰りたそうに流していく人あんまりハロウィーンはいませんよこういう人。で でこんな人たちより考えイメージするとアイディアで自分のできることっていうことを伝わるように頑張ったっていうのは、まあ、僕はこれだけで、まあ、よく今回ツイッターでも言ってましたけど優勝ととといいいうねことにななるんじゃないかと思いますよ全員が優勝だったってね言ってて僕もそうだと思いますけどまあその全員が優勝の一ポジションっていうのはちゃんと捉えてたっていうふうに僕は取りました。うん で最後今回の「頑張って生田、えー」っていうのはこの一連の意味だったというふうに思います、まあ、そう感じられる素敵なパフォーマンスを見せてもらったっていうことで生田の今回の恋をしちゃいました完璧に優勝だったんじゃないかっていう話でしたお誕生日でね、えー、本当はね生田のさまざまな歴史とか振り返るような動画というのを考えてたんですけど今日大体この話をここに達するまで2時間以上使っちゃったんで また幾多のヒストリーの話は別の機会にと思っております。クのオチャンネルも引き続き、もし全く <laughs> ご失礼でなければ、チャンネル登録もお願いいたします。お時間よろしいようでしたら、別の深掘り動画でもお会いしましょう。ではまた。